はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース This トロールレベルリード Your Mind というこのコース、日本語に訳すとですね、なんだろうなんだろうリードを読むマインドを心みたいな感じかな。あ、もうひらめきました。このトロールコースはあなたの心をもう読んでいるというね、お前はもう死んでいるみたいな感じのイントネーションですけれども、そんな甘くないよ。僕の心はしっかりと鎖でさらに軟禁錠までかけられてるからね、そんなに甘くないよしっかり罠を回避していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。初見殺しあるんかな。あるで、避けます。そこ呼ばれてんじゃねえか。何もしないで大丈夫なのかな。そして右に避ける、そういう感じだね。そして上に行く感じか。ここマジで呼んでくるかもしんないね。左絶対なんか出てくるよ、こっから。あ、何も出てこないの。何も出てこないね。そしてこのまま一旦右に行こうか。ピンポン来ました。そうそう、南京錠終わった感じでしょ。いや、これを待っておこう。このピーヨンがなくなって右に行けば何かワンチャンあるはずだよ。じゃあここはオンオフをして上に行く、これが正解だね。きっとこのドアで合ってる。そうでしょ。なんだよどうやって行けばいいのよ。この石親父に突っ込むパターンじゃないの。もうそれしかない。頼む石親父いや、わかりましたよ。ここオンオフするじゃん。そしてこのキノコを取らずに右下に行けばいいんじゃないのかな。そういう感じでしょやったいや、やったっつってもここに来るまでにね、全ての罠引っかかってるんですけどね。さあ、ここが恋になった瞬間右に走る、そういう感じだね。そしてあの土管に入ればいい感じか。これで合ってるね。そして次はチェックポイント1って書いてるね。待って、この音楽はやばいやつじゃないの。あ、あった、このちょっと邪魔くせマジかよ、下に降りるしかないのか。そしてパウブロックを持って、うわマジかよ、消されたね。じゃあこの土管入ってみよう。ここには何がある。ヒントって書いてる。え、このヒントの先には何。なるほど、ツアー落としてパウブロックを取れっていう感じだね。はい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 、あのつららだね。あの右にあるつららを落としたら、あの黄色いブロックが1個壊れる感じでしょ。そしてパウブロックを入手できるっていうわけですね。そしてこの花を倒したいと思うんですけど、日頃の恨みを込めて本気で倒したいと思います。いけ、さっきはよくもやってくれやがったね花、いけ安全に安全に。待って、これ中間ポイント、オッケー、これで大丈夫でしょ。中間ポイント1ゲットでしょ。そしてこのドアに入っていきたいと思います。さあ、次に待ち受けるのは、これは絶対入ったらダメと見せかけて入れる、そういう感じでしょ。来ました、これで合ってんじゃないのそれは分かんないって。これさ、思ったんだよね、このキラーの中に土管とか隠されてそうじゃない。うわ、ないか、右も左も行けないね。じゃあこのドア入って常に右を失敗、さっきと違うやんかもう一回入ったらなんかさ、さっきと違うパターンだったんだよね。ほら、なんでさっきと違うの、意味わかんないって。こんなのもう回転ジャンプで一個一個進むしかないじゃんか。さて、次は矢印信じようか。矢印信じます。あ、それじゃあ、あの矢印は信じてもよかったね。ここよし、でもう一回右でしょ、こっち、これでオッケーだね、信じてオッケーでした。で上に行く感じか。このまま上に行って何か降ってきそうだぞ、大丈夫。じゃあこのまま投げよっか、投げた方が正解。そして下から行く、そ助けてかぶって下から行くのが正解でしょ、ピンポン言われてるもん。あれ、ジャンプして渡るのかな。あ、なるほど、そういうことか。そしてここはどうしよう、かぶって下に行く、それが正解なんじゃないかな。違うの、嘘じゃあこのトゲソウをかぶって石親父を倒す、そういう感じ。ねんねんねんねまあこの制作者、心が読むのがうまいっつってもまあまあだね。じゃあ次はこのトゲソウをかぶって一番右、ここが正解っていうパターンだね。そしてこのさ、石親父倒してみる、おりゃあ、待って、下降りなくなったバカじゃねえか今度こそしっかりいきます。ここでジャンプしてすぐ土管に入る、もうあの石はじゃあ無視していこう。そして鍵は取らなくていい、中間ポイントだけをきっちり取っていきます。
大丈夫大丈夫だよ。先に中間ポイントさえ手に入ればこっちのもんだよ。来ました。そして鍵を取っておこうか。ここだったらもうやられていいもんね。待って、ここしゃがんでおく。避けれるでしょ。オッケー、この鍵は必要になるんじゃないかな。いや、どうしよう。あのオフを、あれ、え、なんで変わったの今。え、この状態で行く、この状態で走って行ってみるね。こういう感じ、何も変わってん。次は赤の状態のまんまこうやっていく。それで合ってるでしょ。次オフをもう一回してみる。どっちだろう。次はオフをしてくれ。ナイス、ドッス、ありがてえ。さあ鍵を手に入れてきました。このドアに入っていきましょう。うわ、待って、ここ右行かなまずい気がする。これさ、オンオフじゃねえや、Pスイッチ踏んですぐ右にダッシュするんじゃないのかな。それで行ってみようか。あら、落ちてこないね。ざまじゃあこのまんま、このハテナ叩いてみるか。短っ。このドアなんだろうね、ちょっと気になんない。こっち入ってってみるね。うわ、嫌な予感しかしねえ。大丈夫ここ。え、大丈夫。え、なにここ、身体休暇なんかですかね、ここ。うわ、絶対そういう感じじゃねえか。ちょっとこの身体休はスターを避けながら身体休をしろっていう感じだね。いや、そんなの楽勝だよ。見てて、こんくらいぐらいすぐこなしてみせるから、あのスターを避ければいいだけ。あはーん。あはーんじゃないんだよ。ちょっと難しくなったやんか。スターが二手に分かれてさ、なんか中途半端な位置になったじゃねえか、スターが。いや、でも大丈夫、ここであと一回当たれば大丈夫。こう、よし、来ました。待って、邪魔くせ、早く。あはははは、悔しい。ここ、いや、次でいけるよ。絶対次でやられてみせるから。このスターが切れるまでちょっと飛ばすね。さあ、もう切れそうです。こっからやられます。ちゃんと早く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 。いやー、いや、まさか死に耐久とは思わなかったね。じゃあここは P がなくなってからこのツタを叩けっていう感じだね。そしてツタを出してもジャンプしたらいけないね。さっきブロックが邪魔したもん。なんでこのままゆっくり登っていきたいと思います。さあ、ここまでやっと来れました。これさ、下に降りたらさ、死に耐久でしょ。どうしよう。え、いけんくない、これ。この状態でジャンプしていくね。あぶねえ、あぶねえ。どういうこと、ここ。走っていけっていうことかな。おい、あぶない、あぶない。あ、いや、これだ、これだ。あぶねえ。え、なんかわけわかんないんですけど。多分ね、あはん。よしよし、落ち着いていこう。今更だけど、ちゃんと落ち着いていこう。あの、バネは友達だから、あれよ、あれ。そう、ここでゴールなんですよ。これ、普通にゴールできるかな。下は、下バネかなんかあるんじゃないの。ほら、見て。なんで上の方からジャンプすれば多分大丈夫と思うんだね。ここ、あはははは、どこだったらいいの。つらら、わかりました。じゃあこのつららに乗って左上のところでゴールしてみせましょう。うわ、難しくない、ここ。もう一回チャンスをくれ。やったゴールできました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。あの東大生伊沢拓人か。伊沢拓司って読むのかな、ちょっとわかんないんですけど、伊沢拓司でも解けなかった不可能謎解れっていうこのコース、説明文見てください。この問題の謎解れ IQ は300もの IQ を必要とするこのコース、早速やっていきましょう。実はこれ僕ね、ダウンロードする前にちょっと詳しく見るを見てみたんだよね。そしたら上に何かが降ってくるっていうわけでもなかったんだよね。それでクリア率が 1.15% でしょ。もう謎すぎだよね。ゴール条件なんか来るとは思うんだけど、あれないね。あれ、え、ちょっと待って、これ右に行ってゴールするだけじゃないの。うわ、そういうこと。なるほど、これ全部隠しブロックが隠してるっていう感じか。ちょっと待ってね、一旦また全部出してみるね。あ、分かったよ、ここだけないじゃん。こっからしゃがみジャンプで上の方に行く、そういう感じでしょ。それじゃあ、あの間綺麗にすり抜けていくよ、この辺。うわ、違うのかな。あ、それか、ここっぽくない。今やられたところジャンプしてみよっか。
ちょっと何マス目か一回見ていいかな。矢印から1、2、3、4、5、5マス目のところらへんでジャンプしたらいけるかもしんないね。綺麗にちょっと行ってみよう。5マス目ぐらいでしょう、この辺。やっぱ無理なんかな、普通に行けないのかな。これしゃがみジャンプくるんって言ってみる、こういう風に。あ、わかった、これしゃがみジャンプしてくるりんで多分あの斧に触れることができるかもしんない。っていうことで左から走ってしゃがみジャンプくるりん、やった。いけました。マリメ IQ じゃ3000ある。はい、それじゃあ今日ラストのコース、ドッスンの刃2巻ということで、このコースですね、リスナーさんから送られてきたんですけど、聞くところによると反射神経が試されるコースらしいんですよ。ということはよ、トロールでいう初見殺しな感じのギミックがたくさん出てくると思うんですよね。まあ、クリア率 2.81% だし、いつも激ムズトロールをねサクサクこなしてる僕はね、こんくらいには楽勝だと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきましょう。うわいいね、この音楽ワクワクしますね。ここはジャンプジャンプジャンプ、ここはジャンプ、うまいんじゃないの、なかなかかわしてってるよ。ここはしゃがむ、そういう感じでしょ。お前が出てくんの。それじゃあここは右から火が出てきたからね、オンオフが変えられて、このコインの通り行っておけば大丈夫。ここはジャンプでしょ。それはわかるかタイトルにも書いてた通り、マジで全集中していこう。ここはツタに捕まっておいたら大丈夫。そしてすぐ左、大丈夫。でここはどうしよう、上。よっしゃ、面白いじゃねえかこのコース。そしてすぐ下に行きます。でここはドスンが右に襲ってくるから、そしてもう一匹来ました。そして最後、反射神経なかなか良くないですかね僕。ここは鉄球が変わってくるでしょ。で右下に行けばいい感じだね。ドスン襲ってくるんじゃないの、ジャンプ、そしてジャンプ、なるほど、だるま落としだね。でここで50コインを取ってゴールっていう感じから、それとももう一回襲ってくんのかいしおやじ。さあこのだるま落としを抜けてからドッスンが一匹戻ってくるんだよね。その一匹戻ってきてからまたジャンプして避けるっていう感じか、なるほど。で下に降りて、ナイス、もうクリアかな。ここでラストからセーブって書いてます。これ2個目の中間ポイントだからね、そんなに長くはないと思うんですよ。こっからが、うわビビった。こっからがあれだね、そうラストサムネイル。何言ってんだろう、ラストサムネイルって何。こっからメインって言いたかったんだよね。ここは左に、なるほど、これを全員避けろっていう感じか。そして下に降りると、ドッスンがマジで多い。ここドッスンの刃って書いてたくらいだからね、そこはあたり判定内でもよくないかな。さあもうすぐやられた場所に戻ってくるね。こっからマジで全集中でいくよ。1の方ピン、2の方ピヨン、3の方ピヨキング。待って、ここで無理だ。え、これクリアじゃないの、ありがてえ。絶対クリアでしょ、やった。ざまあねえな、石おやじどもそこで焼き石にでもなってろ。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。